ちは、空波です。はい、天気雨が降っております。まあ実はですね、今日この話をしようと思うのは今日が2回目なんですよね。で1回目も、こうやってこうしてね、撮ろうとした瞬間にね、雨が落ちてくるんです。で先ほどはね、撮るのを断念して、ちょっとね場所を移動していたんですけれども、まあ、せっかくね、いい天気にな場所に出てきたんでね、また先ほどの話をしようと今ここに、オートバイを止めたらですね、また今、ダーッと降ってきました。はい、これはこの話をするなと、いうことなんでしょうか。はい、ちょっと、そんなね、不気味な予感を覚えているんですけれども、まあね、今またやみましたんでね、話をしていきたいと思うんですけれども、皆さんは、タイムカプセル、はい、小学校の時とかね、いろいろこう自分に対する手紙っていうのかな、そういうタイムカプセルみたいなものを、作ったことはありますでしょうか。はい、今日はですね、そのタイムカプセルにまつわる、話をね、一つしたいと思います。まあ、これはね、空波が友人から聞いた話なんですけれども、その友人もその知り合いから聞いた話ということで、まあ真偽のほどはね、全く定かではないんですが、怪談話としてね、お互いがお互いのお持ち話をね、した時に、出てきた話です。はい、今日はそんな話をね、させていただこうかなと思います。はい、怪談空耳話、はい、やっていきます。先ほどからね、この話をしようとすると、ざーっと雨がね、降ってくると、いう不思議な現象に見舞われておりますけれども、はい、まあ、勇気をね、絞って今日は怪談空耳話、お送りしていこうと思います。で今日の話はですね、タイムカプセルにまつわる話なんですけれどもね、今はやるんでしょうか。まあ、昔はね、空波は実はやったことがないんですけれども、タイムカプセルといってね、小学校の時とかにね、こう、まあ、大体未来の自分に対する手紙みたいな感じでね、手紙を書いて、それを20年後とかね、10年後とかに掘り起こすというようなことが一時流行ったことが確かにありましたね。はい、でね、その空波が友達から聞いた話なんですけれども、まあ、とある小学校にね、豆乳というあだ名のついた男の子が、いたそうです。はい、この男の子は、本当に色がね真っ白で女の子のような男の子でですね、みんなからですね、本当肌が白いということで、豆乳というあだ名をつけられて、まあ、背も小さくてね、体も小さかったそうなんですけれども、いじめられていたそうなんですね。小学校1年の時からね、ずっと、6年間、はい、いじめに遭っていたそうなんです。その子には、C 君という友達がいたそうなんですよ。でこの C 君が、この話をね、してくれたようなんですけれども、その C 君はその豆乳と言われるね、男の子と、まあ、保育園時代から一緒だったそうです。ですので、同じ小学校に行ってね、仲良く、まあ、今まで通り遊んでいたそうなんですけれども、やはり、その豆乳と言われるね、男の子は、周りからね小学校に上がった瞬間に、まあ、いろいろな保育園とか幼稚園からね、その小学校にはこう卒業生がやってくるということで、やはりみんながね、みんなその豆乳君のことを知ってるわけではないので、まあ、変わった見た目であったということもあってね、非常にちっちゃくて色が白いということで、まあ、いじめは小学校1年の頃からね始まっていたそうです。で初めはね、その C 君はそのいじめにね加担せずに、むしろそのいじめをねやめさせる方に、そんなことやめないよという形でね、その豆乳君を守ってあげていたそうなんですね。
で、でもねやはりねこのいじめっていうのはね非常にこう残酷なものでですね、こういじめをやめさせようとする、いじめに反対する、そういった子をね巻き込んでその子をもろともいじめていくっていう、まあ本当にね、やり口としては汚いやり口ですけれども、そういうことがやっぱりねいじめにはつきものですよね。で、その C 君はですねだんだん、その豆乳君のことをかばいきれなくなっていたそうなんですね。で、ある日ね、その豆乳くんがねいじめられているのをね目の当たりにしても、その豆乳くんがね今まで通りねその C 君をが助けてくれるんではないかと、助けてくれよ助けてくれよっていうような眼差しでねその C 君のことを見ていたそうなんですけど、やっぱり C 君はねいつからかその豆乳くんのことを助けてあげることができなくなってしまったらしいですね。そして、まあ、ある日、そのいじめっ子にね、命令されて、その C 君はね、まあ、色のついた、まあ、真っ赤にいいね、絵の具で色がついた、水をですね、頭からその豆乳君にかけろと、いじめっ子に命令されてですね、もう断ることが、できなくなってしまって、その赤い水をね、豆乳君にかけてしまったと、いうことがあったそうなんですね。で、その時のね、豆乳くんの恨めしい目っていうんですかね、まるでその絵の具真っ赤な絵の具に濡れた豆乳くんがね血まみれになって、その C 君をね、恨めしそうな目で見ていたというその目がね、彼はね、やっぱり生涯忘れられなかったそうですね。で、友達を裏切ってしまったと、いうことと一緒にね、彼はずっと覚えていたそうです。で、そしてですね、その豆乳くんも含めてですけれども、その学校が、の学年がね、全員、まあ、6年生になった時に、先ほど言ったタイムカプセルですね、タイムカプセルを作って、埋めてね、20年後に、掘り起こそうと、いうことが、まあ、企画としてね、クラスで、あったそうで、で、まあ、みんなね、その20年後の自分へという題名で、手紙を自分宛に書いたそうなんですよ。でそれを、封筒に入れて、まあ、箱に入れてね、校庭の、まあ、一箇所に、埋めて、まあ、石碑のようなね形で、何期生、のタイムボック、カプセルっていうような形で、埋めたそうです。まあそれがね、小学校6年生になって初めの頃だったというふうに聞いた記憶があるんですけれども、で、その夏なんですけれども、その豆乳くんが、亡くなったそうなんですね。これね原因がはっきりとわからないらしいんですよ。まあ、なぜなら、その豆乳くんは、川でね、水死体として、発見されたと、いうような形で、その豆乳くんという子はね、亡くなってしまったそうです。で、そんなことはね、まあ、もうその豆乳くんのことはね、その C 君ももうすっかりとね、忘れてしまっていたらしいんですね。まあ、ただ、その豆乳くんを裏切ってね、豆乳くんに赤い水をかけた時の豆乳くんの、まあ、恨みのこもった目っていうのはね、それだけはやっぱりどうしても忘れることができずに、ずっとね、覚えていたと、いうことのようなんですよ。はい。で、時はね、流れて、20年後ですので、どうでしょう、小学校から20年後ですから、みんな30を超えたあたりなんでしょうかね。それだけ時間が経って、そのタイムカプセルをね、いよいよ、掘り起こしますよと、いう案内がね、その同窓会を通じてね、その C 君のもとにも、はい、届いたそうなんですね。で、まあ、20年っていうとね、その、まあ、小学校生まれ育ったところにずっといるっていう子も、まあ、実はあんまり、多くなくてですね、集まったのは本当に、10人にも満たないようなあの数だったそうです。はい。まあ、それでも、みんなでね集まって、懐かしさをね共有し合いながら、そのみんなで、埋めたねタイムカプセルを、掘り起こしたそうなんですよ。
うん、で、まずはまあ当然ですけどね、自分のその自分宛ての、ね、手紙を、シー君は読んだそうです、はい、読んで、それからね、まあこんなことは本当はしていいのかどうかは分かりませんけれども、まあ、仲いい友達とかね、みんなの友達の手紙もね、こう みんなでこう読んでね、懐かしいな懐かしいなっていう、いうようなことをね、言い合っていたそうです。で、そんなことをしているうちにですね、ポトンと一通の封筒がその C 君の足元に落ちたそうなんですよ、靴の上にね。でそれを見て、これは誰宛てだろう、名前が書いてなかったそうです。で、中身封筒を封はしてなかったので中身を開けて、見てみたらしいんですね、 C 君は、はい、そうしたら、どうもそのタイムカプセルの、うん、その手紙は、小学校6年の時の夏にね、川で溺れて、亡くなった豆乳くんのものだったそうです、うん、でまあ、これはあの豆乳くんのか、うん、と思ってね、シュー君は、興味があったらしいんですね、うん、で、まあ、どんなことが書いてあるのかなと、いうことで、まあ、読んでいいのか、ね、どうかわからないけれども、彼はその豆乳君の、ね、手紙を読み始めたそうなんですよ、うん、そしたらですね、その手紙には何て書いてあったかというと、まずね、1行目に書いてあったのが、僕はこの学校を卒業することはできませんって書いてあったらしいですね、うん、まあ、それを読んだ時に、C 君は、とっさに悟ったそうですね。あの豆乳は自ら命を絶ったんではないかと、うん、あの事故というふうに言われていたけれども川でね、自ら命を絶ったんではないかというふうに疑ったらしいですね。で次に書いてあったことが、いつも僕を先生の見えないところで、殴っていた A 君、 A 君には僕が死んでから6年後交通事故で死ぬだろう、そう書いてあったらしいんですよ。で、それを読んだ時に、C 君はですね、自分のその記憶をこう、まあ、検索でダーッと辿っていたらしいんですね。でその時、豆乳君のことを、まあ、毎日のようにね、先生がいない時、先生が見てない時に陰でね、特にあの後のつかないようなところをね、お腹とかをこうパンチを入れていた、やつをね、頭に思い浮かべたらしいです、はい。で、その A 君、どうなったかというとですね、ちょうど17歳、18歳のあたりに、オートバイで、交通事故で、亡くなっていたらしいんですね、うん、でそれを読んだ時にこう C 君ですね、全身からこう、なんていうんですかね、冷や汗というか嫌な汗がね、じわーっとこう出てきたっていうんですね。でもやっぱり読むのはやめられなくて、次の行を読んでいくとですね、それから僕のものをいつも隠したり盗んだりしていじめていた B 君、 B 君は A 君が死んだ6年後に自殺するって書いてあったらしいんですよ、はい。で、それもね、その C 君は、自分のね記憶をこうまあ、辿っていったんですけれども、その、まあ、B 君に関してはですね、その C 君誰だか思い当たらなかったらしいんですね、すぐには、うん。で、まあ、その手紙をね読んで、まあ、ちょっと様子がだいぶおかしくなっているね C 君に気がついて、周りのクラスメイトだった人たちがね、こう寄ってきて、どうしたのどうしたのって言って、なんで C 君がね、これ読んでみろよって言って、この手紙を読んでみたら、みんなね顔面が蒼白になったらしいんですよね、はい。これって丸々だろって、一人が言ったら、みんながってこう息を飲んだらしいんですね、
はい、その人物らしき人はですね、ちょうど、大学を卒業するかしないかの頃なんですけれども、心を病んでしまっていてですね、自ら命を絶っていた丸々くんではないかと。まあ、確かに、その丸々くんは、まあ、B 君と言われている人はね、その小学校の時に確かにあいつは、いつも豆乳の、まあ、文房具とか教科書とかそういうものを、隠したり、破り捨てたり捨てたり、してたと、いうことを言うクラスメイトがいて、みんなで顔面が蒼白になったらしいですね。要するにその豆乳くんの書いたタイムカプセルの手紙が現実に起こってるっていうことなんですよ。で、それ以上読むのがちょっと怖いとみんなが思い始めたんですけれども、どうもですね、その文面に、C 君の名前がその先に書いてあるのがもう見えていたんですね。で、C 君はその手紙をバッとこう奪い取ってですね、で、その先を読んでいったそうなんですよ。まあ、そしたら、そこにはですね、豆乳くんがこう書いてあったそうです。 C は友達だと思っていたのに裏切られてすごく悲しかった。でも初めのうちに助けてくれたんで、この手紙を読んで6年間だけ猶予をあげるからねって書いてあったらしいんですね。